女優、声優の平野綾が、夫で俳優の谷口正史、正史、と離婚騒動に至っていると、週刊文春に報じられた。記事によれば、夫婦の双方が、相手からの DV 被害を主張しているという。写真あり、篠田麻里子と、新彼氏、の、2泊3日京都旅行。報道を受けて、平野は9月11日に X を更新し、 報道について真実実ももああれば事実無根なこととります、と一部を否定。ただ、今日に離婚の話し合いは認めており、然るべきタイミングできちんとご報告させていただくつもりです、とメッセージを綴っている。また、谷口の所属事務所も公式 X で声明を発表し、今日に離婚を認めながらも、DV 行為による離婚への発展といった事実はない、と、一部内容を否定した。 平野と谷口は2024年1月に結婚。わずか半年強で関係が破綻してしまったことになる。これに対して一部のネット掲示板上では、交際ゼロ日婚はやっぱダメやな。ゼロ日婚って相手のいいとこしか見えてないのに、なんで決められるんだろう。せめて365日は相手がどう過ごすのか見届けてからの方がいいよね。といった声が多く聞かれている。 平野さんと谷口さんは舞台、チェンソーマン、で共演。共演がきっかけで恋愛に発展するのはありがちなパターンですが、お互いにそういう関係にならないよう気をつけていたようです。しかし、谷口さんの方から平野さんへの好意が伝えられ、即、結婚に至りました。発表当時は、交際ゼロ非婚、と話題になったんです。芸能記者。人々から、やっぱりゼロ非婚は、 と言われてしまう要因の一つが、元 AKB48、篠田真理子のケースだろう。篠田さんは2019年2月に結婚、初めての食事の席で、経営者の男性からプロポーズを受けています。篠田さんが結婚報告で、お相手が玄米を食べて育ったエピソードに共感したと記していたため、交際ゼロ非婚とともに、玄米婚とも呼ばれました、当然。しかし、 篠田は2023年2月に離婚を発表結婚生活は4年続いたが、寂しかったと言い訳をしつつ、泣きながら謝罪する篠田の様子が記録された音声も流出するなど、様々な憶測を生んだ大騒動の末の関係破綻だったため、恨みっこなしというわけにはいかなかった。そんな篠田は9月3日に IT 企業、ナレッジワーク、 瀬尾の浅野浩二氏との交際を堂々と宣言。そして、それから3日後の9月6日に、本氏は新彼氏、年のだが、京都を2泊3日で旅行する様子を目撃している。何事も決断力が大事なのは間違いない。ただ、見極める力も備えて欲しいものだが。